舞台を始めたいと思います。簡単にここにいるエミューの紹介したいと思います。ここにいるエミューはオスです。性別はオスです。で、年齢が29歳になります。で、朝日山動物園に29年間います。鳥でも飛べない鳥で有名です。で、飛べない代わりに速く走れる足で、走るとなると50ぐらいのスピードが出ます。で、時速歩いても7キロぐらい のスピードで歩くことができます。羽で隠れてますけれども、翼は羽は小さいです。でもその羽を利用しながらバランスを取りながら歩いたり走ったりしています。で、エミューの羽なんですけれども、普通の羽はこういう根元からこういう一本ですけれども、エミューの場合根元からこうやって2本二重行動になっています。この羽で体をふわっと包み込んで体温を保っていますね。で、よかったら触ってみませんか。部分的に硬いところと柔らかいところがあるんですけれども、どうですか。これ一番硬い部分ですね。そうですね、これはね、これは一番硬いからきっと後ろの羽の方だと思うんだよね。これ極端にこれは柔らかいですよ。これで体を覆って体温を維持していますね。指は3本で、中指が発達してます。中指が一番長いですね。で、これは本物の足です、ね、これ昔メスいたんです。その時、それが亡くなった後に作ったものなんですけれども、こういうちょっとゴツゴツした感じで恐竜の足みたいな感じで、ちょっと触ってみますか。ちょっと恐竜っぽいでしょ。爬虫類をちょっと想像させるような。いいですか。こういう足、たくましい指ですね。これでこう体を支えて走ってますね。歩いてます。そしてエミューは単独行動が、エミューはだいたい単独行動です。で、子供を産むときはメスはいますけれども、メスは卵を産んでそのまんま、あとオスが育てます。真ん中です。ダークグリーンの色をしてますね。こっちがダチョウの卵。それの半分ぐらいの大きさで、これがエミューの卵です。ちょっと色が黒いので、これうちの鶏の卵です。ちょっと比較ですね。エミューはそれこそ、なんかあっち行ったりこっち行ったりしてますけれども、好奇心は旺盛ですね。これ与えてる餌なんですけれども、主にリンゴ1.7キロ
とさつまいもが 300g ぐらいで、白菜が 600g ぐらいで、結構こう小さめに切って与えます。で、どうして小さくするかというと、高齢もありますけれども、あの鳥なので歯がありません。歯がなくてこうため一気に食べて一回一回飲み込むのじゃなくて、溜め込んでから一気にガコッと飲み込みます。そういうことであまり大きく切らないで与えています。で、今から食べてもらうんですけれども、とてもスピードは速いです。そう、一気に食べますね。このぐらいの餌は一部分で、あとは寝室の方に1日1食です。は用意しておいてあります。これが結構かわいい。ゴクンっていうの分かったでしょうか。あまりちょっとはっきりと分かるときと分からないときあるんですけれども、ゴクンと飲み込んで。ちょっと午前中与えたときより食べ方がスローになっていますけど、お腹いっぱいなのか暑いのか。それでエミはとても水浴びが大好きです。で、泳ぎも得意です。で、ここでちょっとちっちゃいんですけれども水張ってます。ここに貼って、ちょっとシャゴンでこの辺をつけて、チュシュって感じで水浴びをしますね。ちょっと今日はスローですね。いつもはもっと早いんですけどね。ちょっと食欲がないのかしら。あんまり暑いんで大変なんじゃないの。いつも本当一気に早々と食べてしまうんですけどね。で、今食べてるんですけれども、ちょうどあの耳がよく見えるんです。エミの耳、あの穴開いてるところ、目の斜め上に毛がなくて白くなっているところ部分があります。そこに穴がポツンと開いてます。あれ耳です。こうやって食べて横になっている時、一番分かりやすいんですけれども、なんか今日スローですね。いつもは早々と食べても、一気に食べて終わっちゃうんですけれども、吸引力も変わらないみたいな。結構やっぱりリンゴが一番先になくなりますね。お客様に落とし物のお知らせを申し上げます。お土産が届いております。お気づきの方は正門入園系売場までお越しください。繰り返しお客様に落とし物のお知らせを申し上げます。お土産が届いております。お気づきの方は正門入園系売場までお越しください。リンゴが好きなんですね、やっぱり。そう、リンゴばっかり食べて。で、結局白菜は後回し。でもね、暑いせいなのでしょうかね、食べ方ちょっとゆったりしてます。見て取らない。そうですね。でも一応これで完食しました。かわいいな。一応完食しましたね。ではとても簡単ですが、これでもぐもぐタイム終わりたいと思います。ありがとうございました。本当に、あ、そうか。今日はホッキョクグマがないんです。